ージ。ああ、先生。また留守電です。Disney. You're my teacher? I mean, あなたが私の先生ですか？You're not? Oh, 冗談ですか? No. Watashi wa Allison to iimasu. Sensei wa?Okay. 聞いていると思いますが、テストで get a good score じゃないと私アメリカに帰らなきゃ。日本語と日本文化のテストですので、先生が頼りです。私を助けてください。今日はここまでです。明日からよろしくお願いします。
生。今日から先生のレッスン受けますから、そして、頼りにします。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？No way! ああ、とっても、私、ずっと来たかった。だから、今は毎日楽しいです。先生はいい先生ですね。レッスン楽しかったです。私、まだ日本のこと知りたいから、まだここにいたい。帰りたくない。レッスンは日曜日までだから短いけど。大丈夫。楽しみましょう。
先生。おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？まだ不安です。But 先生がいるから、confidence、自信持ってます。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。
はい、先生。今日のレッスンは何ですか？ブレイクタイムですね。近いです。どうしましたか？先生、どうしましたか？私、アメリカではペンシルベニアに住んでます。自然が多くていいとこです。先生が来たら案内します。先生、今日もありがとうございました。明日も同じ時間に待ってます。
先生、おはようございます。では今日も一日頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？先生、何？小さい頃から歌うの好きでした。今も好きがずっとあります。ギターもずっと。好きは一直線ですよ。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。
先生。今日のレッスンは何ですか？ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？私、アメリカにいても、ジャパニーズフード好きでした。でも、日本で食べるのもっと美味しい。来てよかったです。先生、今日もありがとうございました。明日も同じ時間に待ってます。
先生。おはようございます。では、今日も一日、頑張りましょう。ブレイクタイムですね。先生、どうしましたか？My friends、友達の家族の家です。だから今は My friends family と住んでます。これで今日のレッスンは終わりですね。私は OK、元気です。それより、先生は大丈夫？疲れて見えます。大丈夫ですか？本当に大丈夫？何かしてほしいことないですか？私にできることあります、多分。何でもいいので、悩みあったら言ってくださいね、先生。先生、今日も楽しかったです。明日も来てくださいね。バイ。もしもし、私、アイだけど。今度の女子会ね、ちょっともしかしたらヤバいかも。今週仕事が立て込んでてね。サポートしてる人も頑張ってるし、応援してあげたいんだよ。だからさ、あれ、もしもし？本当にすいません。今日の電話は忘れてください。失礼します。
はい、先生。今日のレッスンは何ですか？ブレイクタイムですね。違いです。どうしましたか？先生、どうしましたか？先生、何？先生、どうしましたか？先生、どうしましたか？先生、どうしましたか？ありがとうございます、先生。この庭の花がきれいで、面倒お世話するのも楽しいです。日曜日も終わってしまいますね。先生、私、明日のエグザム、テスト、頑張っていきます。応援しててくださいね。
の鵜飼です。アリソンさんの結果が分かりましたのでお伝えします。すごくいい結果でした。想像された以上に日本に詳しくなられていたのでエージェントさんもびっくりしていましたよ。それでは先生、この結果をアリソンさんに伝えに行ってあげてください。よろしくお願いしますね。先生、お待たせしました。テストの結果が分かったんですよね。どうでしたか？以外で自信を持てたの初めてだから。先生、私頑張れましたか？私はいつかステージに戻ります。だからそれまでだけど、これからも夏が終わっても私は先生のレッスンが受けたいです。Really? Thank you.Please teach me everything that I don't know. もしもし、鵜飼です。まずはアリソンさんへのレッスン、本当にありがとうございました。まさかこんなにいい結果になるとは思っていませんでした。エージェントさんとしても想定外の成果だったようで、すごく喜んでいましたよ。アリソンさん、望みが叶って本当に良かったですね。先生も相当準備を重ねて頑張ってレッスンを続けていただいたんですよね。お疲れ様でした。今回の先生の頑張りはちょっとや外で真似できることじゃないです。本当の本当にすごいです。これも先生がアリソンさんに深い愛情を注いだ結果ですね。私も先生のサポートができて本当に光栄です。これからも先生が愛情いっぱいの家庭教師を務められるよう、私も精一杯お手伝いさせていただきますね。それでは今回はこの辺で。先生、本当にありがとうございました。
Mm-hmm.